はい、皆さんこんにちは、西岡義人です。今日はですね、ウィンブルドンの本戦のドローの解説をしていきたいと思います。今回ですね、予選から数人がトライをしたんですが、残念ながら予選上がりがいなかったということで、今回本戦からのストレートインで出場するのが僕、ダニエル太郎選手、そして錦織圭選手の3人という形になっております。僕はですね、芝は基本的にはまあ得意ではないということをずっと言っていて、ウィンブルドンの前哨戦の、イーストボーンという大会で予選から戦ったらですね、あれよあれよと勝ってしまい、まあベスト8まで残ることができました。準々決勝もですね、本当にあと2点というところだったんで、どっちが勝ってもおかしくないような流れだったんですけども、個人的にはかなり満足のいく試合運びだったり内容だった。そしてまあ結果もですね、なかなか出ていない中でのちょっとでも多く試合をすることができたという、まあ、こういったちょっとでも違う流れを作れたっていうことは、かなり大きな流れの変わる瞬間になってくるんじゃないかなと思っております。今回のですね、ウィンブルドン大シードヤニク・シナー選手、多分初かな、初めてのグランドスラム大シードじゃないでしょうか。第2シードジョコビッチ選手、第3シードアルカラス選手、第4シードにズベレブ選手、第5シードにメドベレブ選手、第6シードにルベレブ選手、第7シードにフルカッチ選手、第9シードにルード選手という形になっております。今回ですね、いつも比較的トップシードとかなり面白い試合があるんですけども、今回はですね、比較的1回戦でなんかビッグネーム同士がトップシードと当たるっていうことはなさそうだなと思っております。今回ですね、日本人の対戦相手が、僕が1回戦ポルトガルのボージェス選手という選手で、今年はですね、アカプルコで僕が勝って、そしてカリアリというクレーのチャレンジャーでは僕が負けていると、1勝1敗という戦績になっている相手になってます。そして太郎くんがですね、1回戦がチチパス選手と、僕はかなり全仏オープンも含め1回戦がルブレブ選手だったりと、かなりきついドローになってはいるんじゃないかなと思いますね。もちろん今はチチパス選手下シード入ってますけど、実力的には本当にトップシードの選手だと思うので、ドローとしては苦しいドローを引いたかなと思います。そして錦織選手がフランスのリンダ・ネッキ選手かな、ちょっと読み方がいつも分かんないんですけども、ビッグサーバーの芝が得意かどうかまでは何とも言えないんですけども、芝でのサーブっていうのはかなり大きく有効に働くところがあると思っているので、芝での対戦っていうのはそこまで嬉しい相手ではないのかなというふうに思っています。個人的にですね、面白そうな1回戦、これが見た感じ一番きついんじゃないかなと思う1試合、僕がもし勝てば当たる2回戦の相手、コルダ選手とダビドビッチ・フォッキーナ選手、この1回戦が多分ですけど、このドローの中で一番きついんじゃないかなと思ってます。というのもですね、まあフォッキーナ選手、それこそ過去にウィンブルドンではフルカッチ選手を倒したりと実績もありますし、コルダ選手はもちろんクイーンズでベスト4入ったりと、どっちかというと結構早いタイミングの選手なんで、芝みたいな低い弾道の得意な選手だと思いますし、ただフォッキーナ選手もね、芝での実績も持っているっていうところで、かなりここは際どい1試合になってくるんじゃないかなと思ってます。そしてですね、まあ他の対戦ではマリノ選手とモンフィス選手の1回戦、同じフランス人で年もねそんなに離れてないと思うんですけども、今回はマリノ選手がシードですけども、モンフィス選手もですね、マヨルカでベスト4に入ったりと芝でも勝ってきてますし、マリノ選手は正直本当にクレーよりも芝が好きみたいな形で、今回のですねオリンピックを蹴ってハードコートに行くほど、まあクレーが苦手で、こういった速いコートのサーフェスが好きという選手なので、このほぼ同年代のフランス人対決っていうのもかなり見ものになってくるんじゃないかなと思います。フランス人は結構この対決は面白いなと思ってると思いますね。そしてトルフ選手とモルザン選手、まあ、モルザン選手の方がちょっと芝はそこまで適正的な合ってないかなと思うんですけども、トルフ選手の方が芝でのプレースタイルにはかなり合ってるような気がしています。結構ねモルザン選手芝でも上手い戦い方ができると思っていて、今回芝シーズンではそこまで勝ってはいなかったんですけども、比較的技術の高さっていうところが結構光るなと思っていて、まあ、ドロップショットがかなり上手いんですけども、いろんなことができるっていうところでいくと、まあ、こういったパワーヒッターに対して狂わせていくっていうパターンも結構目にはあるのかなと思っているので、チャンスとしてはかなりある可能性があるなと思っています。そして、ニコラス・ジャリー選手とデニス・シャポラブ選手の1回戦、これもかなり面白いですね。ジャリー選手がマシはどこまでやってくるか見ものというところもありますけども、シャポラブ選手みたいに速い展開で打ってくる選手に対して、ジャリー選手みたいにビッグサーブと1本で決めてくるという、かなりですね、まあ、お互い長いラリーがなく速い展開での試合になってくると思うので、ほとんどラリーがないエースもしくはいいショットの打ち合いの勝負になってくると思うので、また違ったゲームの楽しさっていうところがこの1試合にはありそうな気がしています。そして、最後ですね、ベルティーニ選手とフクソビッチ選手。フクソビッチ選手は僕が思う中でかなりグランドスラムにめちゃめちゃ強い選手だと思ってます。5セットにかなり強くて、それはやっぱり体力だったりっていうところも強いと思っているので、5セットでの戦い方が強い選手なんじゃないかなと思っています。それはまあ芝の適性としてもですね、かなり低い弾道で速いタイミングで結構取ってくる選手でもあると思っているので、そこまでスピンをグリグリかけないっていうところでは全然合ってると思いますけど、対戦相手がベルティーニ選手ということもあって、ビッグサーブと本当に芝で
今大会の前のですねハーレーではしっかり勝ち上がってきているところもありますし、今現在はなかなかクレーみたいなラリーが多いコートでは勝てなかったですけども、やっぱこういった芝みたいな本当に自分のサーブ1本で決まる、自分のフォアハンド1本で決めれるっていうところのサーフェスではかなりデンジャラスな対戦相手になってくると思ってます。面白いのがこのベレッティーニ選手が勝ち上がった後の2回戦でシナー選手と当たる可能性があるというところがメディアでもですね話題になっていて、イタリア人同士の過去と現在のワンツーですね当たる可能性があるということで、かなりあのメディアでも騒がれてましたけども、正直、シナー選手に勝ち切ることはほとんど厳しいかなと思っていますが、こういった怪我に入るまではベレッティーニ選手が一番上で戦っていたっていう実績を持つ相手と現の一番の選手と対戦というところは、かなりイタリア人含めいろんな国の選手たちから見てもですね結構面白い視点にはなってくるなと思っているので、この2回戦が実現すればかなりあの話題性としてはあるんじゃないかなと思っています。はい、ということでですね、僕は一応前週のイーストボーンの大会である程度点を稼いで、全米オープンがほぼ確定だということで、かなり心と中ではですねホッとしております。今大会もですね、仮に1回戦で負けてしまったらカナダのチャレンジャーに行って、なんとか全米オープンのためにポイントを稼がないといけないと思っていましたけども、そういった気持ち的な不安要素っていうのももうなくなってはいるので、ボージェス選手に向かって、頑張っていきたいと思っています。僕の試合はですね火曜日に確定したということで、他の日本人選手もですね火曜日が多分多いのかなと思うんですけども、今回も多分ワウワウさんの方で見れると思うので、ぜひそちらの方で日本人の応援していただければなというふうに思います。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。頑張ってほしいなと、応援しているよという方はぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンお願いいたします。自分が出るのでもう今現在優勝予想は何とも言えないんですけども、皆さんのですねウィンブルドンの優勝予想ぜひお待ちしております。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。